宮城県菅原菜々子です。暑さ対策は水分を取るようにしています。オリンピックので注目していたのは、スケートボードの堀米選手です。金メダルを取って取ったことがとても感動しました。と、全場所を走った感想は追加とかもあったんですけど、とても緊張していたんですけど、今回は緊張しないようにしっかり走っていきたいと思います。と。 今の課題はトップスピードが足りないのでトップスピードをつける練習をしています。一層一層全力で走ります。応援よろしくお願いします。暑さ対策は家で猫と一緒にクーラーで涼んでいます。オリンピックは今ソフトボール昔やってたので、はい、毎戦見ています。前回函館は二着二着二着だったんですけど、まあちょっと自分自身課題が残るかなと思います。 今の課題はやっぱりトップスピードとダッシュまでの速さですねはい、はい、いつも応援ありがとうございます本節メンバーすごくいいんですけど優勝目指して頑張ります応援よろしくお願いします東京の岡本仁奈です、えー、暑さ対策は、えー、水をかぶることです <laughs> オリンピックの注目競技はえっ、ー、とサーフィンが 新しく入ったのでちょっと面白そうだなと思います前場所走った感想はうんとまあ連続で決勝乗れたんですけど決勝ではちょっとうまく走れなかったので今回もしっかり決勝に乗って決勝でもいい走りができるようにと思います、えー、今課題としているところは、えー、長い距離を踏むのがちょっと ビビってしまうので長い距離踏めるようにしっかり練習していきたいと思います、えー、初日はあのすごく豪華なメンバーなので、えー、自在に、えー、自分のできることをしっかり精一杯やりたいと思います埼玉県岡村一子です、えー、練習後はアイシングするようにしています前回は、えー、あんまり良くなかったんですけれどもあのディスクが苦手なので今回はディスクじゃなければいいなと思います一生懸命走るので応援よろしくお願いします 静岡県の清水佐ナです。と暑さ対策はえっと練習の後にアイスを食べています。とオリンピックはえっと陸上のリレーを注目しています。と前場所で走った感想はとあんまり足の感じが良くなかったです。と今課題にしているところはダッシュで初日はと 動く人とかもいるので、前々に攻めていけたらいいなと思っています。いつも応援ありがとうございます。と今回もしっかり走っていい結果が残せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。福岡県の尾形真央です。と暑さ対策ではしっかり水分を取って練習をしています。自転車競技で姉弟子の小林優香さんが走るのです応援したいと思います。 と函館のサマーナイトを走ったんですけどやっぱり強い選手が多くてもっと自力をつけなきゃいけないなって感じましたいつも応援ありがとうございますとしっかり今回も自力を出して頑張りたいと思います応援よろしくお願いします愛媛県の佐伯知恵ですえ私の暑さ対策は涼しい部屋で寝ることですえオリンピックの注目競技と注目選手は自転車競技で 競輪選手の方を注目してみたいなと思います全部場所走った感想はえっ、ー、となんとか決勝には乗れたんですけどやっぱり脚力的に足りてないなと思うので頑張りたいなと思います今課題としているところはやっぱり脚力が全然ないのでしっかり足つけていきたいなと思います明日はしっかり取れた位置から頑張りたいと思います車検に貢献できるように頑張りますよろしくお願いします